おはようございます。暑い日が続きますね。もう朝9時前だというのに気温の方も32度ですか。ですね、この暑い最中、先週は、2回ゴルフ、兵庫県の千草カントリーと、栃木県民ゴルフ場に行ってまいりました。その前の週か、その前の週ではないですね。3連休でも2回ゴルフ行ってますね。1個はシルクカントリーかな、群馬の。でもう1個、これも群馬かな、同じ藤岡じゃないのか、あそこはシルクは富岡かな。で、あともう1個は群馬の溝野っていう感じで、7月で4回行ったのかな。もう週1ゴルファーですね。で、これからもね、8月で決まってるのか、3つあるのか、セベ2つと、これも藤岡でツインレイクスか。なんか藤岡あたり結構ね、安くていいコースあるんで、あれですけど、まあこんなにゴルフ行って、るのに、全然体重減らないですね。一応ですね、まあ気をつけてることというかですね、一応晩ご飯では、炭水化物は、まあ、炭水化物っていうか、まあ米ですよね、は食べないっていうのと、あと水もですね、まあ、2リットル以上は飲んでるんですね。できれば3リットル近くは飲んでると思います。特に、まあ、夏はね、まあ、飲めちゃうっていう部分もあるんですけど、で、まあ、できるだけね、糖分が入ってる飲み物っていうのは、できるだけ避けるようにしてます。それと、まあ、1日1万歩は歩くようにしてるっていう、よくね、動画 YouTube とかでこう、これやれば痩せますみたいな3つっすよね。まあでも1万歩歩くあんまり出てないから。でも水2リットルは見たことあるし、晩ご飯抜いてくださいっていう、晩ご飯じゃねえや、米食べないでください、晩ご飯米食べないでくださいっていういうのはやってってるんすけど、まあ痩せねえっすよね。痩せねえっていうか、別にそんなに痩せなくてもいいんですけど、今体重多分ですね、82ぐらいあるのかな。そうですね、多分過去史上最強に今デブってますね。7、8年前かなに、78で8キロまで来て、これはまずいなと思ってですね、まあダイエットしたことがあって、瞬間ですけど70キロを、切ったことが、そうですね、7年ぐらい前かな、70キロ切った時があってですね、まあ、そこから結構、まあ、72、3でずっとキープはしてたんですけど、もうね、くらい前かなに75を超え、コロナに入って80キロ超えっていう感じですね。量とかも減っ
てるし、もちろんそうなんですよね。ただやっぱりテレワークとかで結構やっぱり歩かなくなったっていうのが、そうですね、コロナ前は1万歩必ず超えるようにしてたんですけど、もうコロナになってからやっぱり厳しくなっちゃってっていうのがあって、でも最近は1万歩ずっと超えてたりとかするんですけど、で78から70キロまで落とした時は何やったかっていうと、やっぱり夜米は、まあその時からずっと米食ってないんですけどね、その1回目のダイエットというか減らそうと思った時から米はずっと夜はできるだけ食べてないような感じしてるんですけど、それとまあ歩くはすげえやったんですよね、その時期。どうだろうな、土日、まあでも歩いてるの土日だけだったんですけど、長い時で2時間ぐらい歩ったりとか、でたまに今でもね、それや2時間はさせやんないか、でも1時間とかはね、まあ、たまにやるんですけどね。そうね、リバウンドしてからまあ非常にこう、まあ、体重落ちにくくなりましたっていう感じですね。痩せねえのは知ってるんですけどね、ただサウナぐらいね、まあ、サウナ入んなくてもね、ちょっとこの辺うろうろしてたらそれなりに汗だくにはなるんですけどね。でもまあ夏のサウナもね、なかなかおつなもので、何が気持ちいいってね、あの水風呂が気持ちいいですよね、やっぱり。あ
サウナが好きというよりは水風呂が好きって感じかもしれないですね。でも交通量もなんか相変わらず多いですし、そうですね、超ゴルフの話をしますと、まあ、先週はそのちぐさ、まあ、取引先の、コンペ80人ぐらいのコンペなんですね。で今ね、あのカートについてるこうリーダーボードみたいな感じで見れて、なかなかね80人のね、名前がずらずらずらって並んでるのはちょっと爽快だったんですけどね。最初の、まあ、スクロールする前の画面で10位ぐらいまで入るんですけど、大事なところでダボ打ったりとかしてなかなかですね10位に入ることができずにですね、だいたい11位から13位の間をうろうろしてて、なんとかね最初の画面に入りたいなと思ってたんですけどね、まあ、最終的には多分10位以内には、まあ、割とスタート早めの方の組だったんで、多分、まあ、あの表彰式もなしにもう終わったらとっととあのこういった状況なんで、あのお帰りいただいて結構ですみたいな感じで、商品について成績表と商品は追って、送りますみたいな感じのだったんで、あれなんですけど、多分まあ、あのグロスでは多分10位以内、まあスコア的にはね93って結構まあ大したことなかったんですけど、まあそこね、まあ難しいんでね、なかなかね90、まあ切る、まあ切りたかったですけどね、少なくとも90は、なかなかねボギーおじさんに追いつかせて、 OB ね多分ね4、5発打ったんですよね。最近ちょっと OB が出るんですよね。OB はちょっと回避ですね。セベでもちょっと OB 打ちそうなんで、という感じでございます。で、まあ宮前のゴルフ練習場に、あ、もう満席。これからちょっとだけ、運動してまいりたいと思います、それでは、行ってまいります。